じゃんけん大会の会場はここですか。そうです。うん、先行ね。オッケー。イダテン弁天しても、イダテン弁天したら強いでしょ。手加減はしない。よし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 、イダテン弁天成功した。オッケー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 。ちょっと待って、まずですね、これとりあえず絶対儀式するじゃないですか。え、待って、これどうすんだっけ。やべえ、懐かしすぎて回し方わかんねえ。イダテン弁天リリース、イダテンでしょ。弁天リリース、イダテンで、イダテン効果と、イダテン効果と、弁天効果で、手札に加えるのが、サイバープッチだと、プッチで持ってきて、ダケに持ってきて、で、イダテンで機械天使持ってればいいから、ですね、これはですね、プッチですね。プチエンジェル。プチエンジェルで、ダケに持ってきて、で、イダテンで機械天使ですね。こうですね。よし。覚えてるぞ。覚えてるぞ。俺の手が覚えてる。行こう。サイバープチエンジェルしようか。サイバープチエンジェルの効果はそう。サイバープチエンジェルの効果によって、ダケニを手札に加えていく。そして、機械天使の儀式発動。機械天使の儀式の効果によって、プチエンジェルと、イダテンをリリースし、ダケニを特殊召喚。そして、そして、イダテンの効果発動。打点制アップ。うおー、ターン終了、エンドフェーズ、ダキニの効果発動、イダテンを回収。うおー、やってることやってること昭和すぎるな、このデッキ。このデッキやってること昭和すぎる。大丈夫だ、耐えれる、ま、任せろ。破壊耐性があるんだよ、こっちは。墓地に破壊耐性があるぜ。よし、来いよ。あ、いいだろ、モノロベ強いじゃねえか。これ強いのか。うるせえな、うるせえな、強えんだよ。本来であれば昭和だったらな、昭和だったら強え。なんで解除されないんだ、機械天使。それな、ほんまにそれな、速攻返されそう。やかましや、破壊体制あんだぞ、墓地に。1枚破壊体制あって、モンスター効果の対象にならず、モンスターの効果では破壊されないんだぞ、このモンスターは。なんて強いんだ。除外には無耐性である。やめろ、因果切断の話すんな。因果切断とモノロベの、モノロフか、モノロフの話すんな。モンスターを特殊召喚、両党知らねえ。いいだろ、よし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 、現れろ、いけるぜ。刀かも知らねえ。いいだろ、攻撃表示、何、カードをセット。相手令和だぞ。だ確かに、俺のターン、私のターン、ドロー。あー、惜しい惜しい。あとここ景色だったらな。バトルフェーズに移行するぜ。行くわよ、バトル。いや、バトルなのかこれ。でもバトルするとさ、8シンクロ飛んでいくんだよね。一応殴っとくべきか。行け、サイバーエンジェルダキの攻撃。うおー。次5000とか飛んでくるんですよね。まあ一応、機械天使の儀式あるんで破壊耐性あるんですよ。で、ダキの効果、そう、ダキの効果によって機械天使の儀式はやばいから、これ弁天回収しとくしかない。よし、これによって、次のターン儀式魔法を引くか、サイバープチェンジェルかなんか引けば動ける。特急部隊とか、あと釣り天井とかもあるな。釣り天井とか、あとあれですね、カトン封印式。ほう、影物。ほう、いいだろ。あ、影物か。なるほど、これは銃が来るかな、もしかしたら。銃が来るかもしんない。ただ、いや、銃が来ても、言うて、機械天使の儀式で耐えれますし、しかも、モンスターの効果では破壊されないっていうね、儀式のオイル効果で。はいはい、いいだろ。モンスター効果、いいだろ。いいだろ、そんぐらい許してやろう。打点は抜いてないぞ、あいつは。2枚破壊できる、オッケー。で、機械天使のそれ、それとそれで、いいね、強いね、強いね、儀式の檻さん。ダッキーに耐え、儀式魔法来て、頼むから、お願いだから儀式魔法。よし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 、お願いだから儀式魔法。ドロ、いやー。来
行け機械天使の絶対儀式の効果発動。私はサイバーエンジェルイダテンを特殊召喚だ。ダキンをリリース、じゃあ弁天をリリースしてな。行けイダテン特殊召喚。そしてサイバーエンジェル弁天をリリースしたことによってイダテンの効果と弁天の効果が発動するぜ。俺は来たんじゃないか、俺は来たんじゃねえか。これで、デッキからこれ釣り天井だったら釣り天井でもいいな、別に釣り天井でも別にいいな、釣り天井でも別にいいぞ、そんなに痛くないぞ。機械天使の自信あるじゃん。サイバーエンジェル持ってきて、プチエンジェル持ってきて、で機械天使の儀式持ってくればいいんじゃねえか。そしてサイバープチエンジェルを召喚。サイバープチエンジェルの効果発動。サイバープチエンジェルの効果によってサイバーエンジェルダキリを持ってくるぜ。そして手札よりマジックカード機械天使の儀式を発動。そして俺はサイバーエンジェルイダテンとプチエンジェルをリリースし、いけサイバーエンジェルダキリ、うおうわそしてダキリの効果発動、さらにイダテンの効果発動。俺はフィールド上の儀式モンスターの攻撃の、ああ何、いやでも言うてこれ2800、ワンチャンじゃね、えこれ いけんじゃね、なんだこれ、何光ってんだ、 N ヤード草、 N ヤードは草、こいつは守備表示か、こいつは守備表示の方がいいか、どうする、行くぜ、行けダキリ、ダイレクトアタック、くたばれー、ザヤーよっしゃー来たこれ、来たこれ、神ゲー、神ゲーすぎ、先行取れば勝てそう、まあ確かに、あでもまあ高校の方が強いパターンもあるけどね、僕の考えた材料力、お前のも俺とデュエルをして、違う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 、ちょっとこれを貸してくれ、なんかやばそうな匂いはしてくるな、なるほど、セット、はい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 、行くぜ、俺のターン、ドロー、引くぜ、なるほど、これ止めてくるかな、これこれ止めてくるかな、これ止めてくるかな、これ止めてくるかな、魔法発動、一回使ってみようか、これ止めてくるかな、これ止めてこんかったら、あ、OK、止めてこない、とりあえずこれは手札から魔法発動、これ止めるっしょ、これ止めるっしょ、さすがに希望はだよね、はい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 、OK、モンスター効果発動、 OK、 OK、 で後ろちょっともう一回打って、手札から魔法発動、結構強引に突破しに行きますね、小脇メールアイス召喚して、で効果使うじゃないですか、はい、魔法発動、このターン小脇メールアイスは知らない、行くぞ、行けアイス、モンスターを、モンスター食らわせろ、発動、ふんで墓地のあいつの効果で止めてくるでしょ、オッケー、ふん、モンスター効果発動、おらよし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 、これは AD チェンジャーか、 AD チェンジャーだ、よし回答で落ちてる、バトル、バトル、食らえ、頼むぞ、ハンド全部なくなった、アタックだ、ハンド全部なくなった、そうきたか、ターンエンド、よしよし行くぞ、俺のターン、よし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 、一応返したぞ、一応返した、頼むぞ、モンスターを救助召喚、はい、ならばモンスターを召喚、つえ、よし、つえ、モンスターを召喚、いや今の回転のタイトルだったですけどね、普通にね、ターンをセットする、単純にまで回転があるんで、僕知りませんか、回転オクセプ攻める、
食らえ。なるほど。モンスターで攻撃する。ターンエンド。俺のターンだ。ドロー。カードを引くぜ。なるほどな。俺はカードを一旦セットして。モンスターを伏せるぞ。ターンエンド。さあここからは俺の遅延攻撃が始まっていくぜ。ドロー。あとはあの癖カードが何なのかな。バトルだ。行け。いや、まだ分からん。まだトップと助けるとと回答とかある。俺はまだ諦めてない。俺のターン。ドロー。カードを引くぜ。ワンチャンあるワンチャンあるぞワンチャンスあるカード来ためちゃくちゃワンチャンスあるカード来た最強だワンチャンスあるカード来たぞカードをセットするこれが俺とワンチャンスあるぞ臆せず攻めるバックライ俺のリバースカードはスターで攻撃する待ってこれ待ってこれさこれこうじゃねそれは読んでいたぜこれこうじゃねモンスター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 、モンスター、モンスター、うわあ！戻れー！モンスター効果発動！戻れー！戻れゴミが！あれ？なんで？あれ？なんで？俺もしかしてこれデッキの中これネオス入ってない？やばいこと起きたかもしれない。俺これデッキの中にネオス入れ忘れた可能性がある。何してんの俺？モンスターでダイレクトアタックやばい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 いやでも諦めるまだあるぞ俺はまだあるぞまだ諦めるな俺のターンこれやばいこれ調整場所ないのよこのデッキ調整場所ないのよ本当にだから無理なのよ調整できんのよやばいあ待ってこれ二刀流だからまずとりあえずエイリンチェンジャーってこれ叩き起こしてでこれでぶん殴る説あるでしょこれぶん殴ったら勝ちなのよなあいつだってさ二刀流でしょただねこれ二刀流なんじゃないのこれこれ二刀流だろいやこれがお前のいいデュエルだ今のうちにちょっとネオスで見ますねやばネオス入ってね急いで作ったからネオス入ってなかったごめんなさいドロースキップされるんで袖の方向のそう小休みな対決俺とゲームをしようぜさあお決定入ってきたからよし俺のターンだ運命力を使わず実力で戦った採用攻撃表示で召喚だぜさあ、デビルモンスター出撃だモンスター今来ちゃいターンエンドきっしょ行くぜきっしょ俺のターンドローでも言うてでもこれまだわかんないっすよあのライフコストゼロじゃないんでまあ、魔法トラップさえあればこれなんだろうデッキこれなんだろうちゃんと上振れていくこれなんだろうねつけるねこれこのまま押し切れるぞドロー17、18、19、20、23俺のターンだドロー俺のモンスターを見てちびんなよモンスターこれなんだろうサンダードラゴンとかだったらおしまいだねサンダードラゴンだったらおしまいこのデビルなんだこれなんだこれなんだこのデビルフランケンビートやばいやばいディスティニーズローは入るよ一応ディスティニーズローは入る俺のターン俺はでもこれファイトあるのこれ何このデッキこのデッキ何マジでちょっと一回教えてこのデッキ何か今のところ分かんないんだカードを伏せるぞ伏せるおあああああるぞあるぞなんか伏せたぞなんか伏せたあるぞ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 返せるのかこの最強デッキ返せるのかさあバトル入っていくなんだ伏せたのセタロなんだ待っていくモンスター効果発動え行け敵陣に乗り込めプレイヤーにブラフじゃねえかまだ逆転ブラフじゃねえか今だあブラフじゃないトラップ発動ブラフじゃないなんだこれ負けないえ何このデッキ俺は何このデッキこのカードを信じるぜえドローファミリー起きたか頼むぞモンスターをモンスターアレイスターさあ召喚しアレイスターを召喚アレイスターの効果発動アレイスターの効果によって召喚魔術の効果に加えていくさあ召喚魔術の効果発動
さあ召喚魔術の効果によって何属性が墓地に送られるんだ。何属だ。炎属性だ。分からしていく。しっかり目に分からしていく。お前なんてお呼びじゃねえんだと。ライフコストゼロ使えねえデビルクランケンに未来はねえと。モンスターに攻撃。自分試していいすか。いけ。うおー。